キャッチーな曲を歌っているバンドとなっております。はい、で今聴いていただいた曲はカーリー・レイ・ジェプセンさんの Call Me Maybe という曲でした。はい、まあ、最近でもちょっと CM 曲で使われてやってたね。そうですね、そうですね。でまあちょっとまあ新刊ライブということでお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。アカペラ多分初めて聞かれる方だと思うのでちょっとアカペラはどんなものか説明したいんですけども、はい、まあ、まず大体6人から4人のグループでやってまして、で、まあ、真ん中にいる彼女が、はい、まあ、リードボーカルってやつで、あのカラオケの歌ってるとこですね、うん、簡単に言えば、ね、その主旋律ってとこをやってるやつ、はい、で周りの、その黄色の子と青の子とピンクの子、はい、この3人がコーラスっていうとこをやってまして、はい、ふーとかあーとか言ってね、うん、そうそうそう、まあ曲で言うなんですかね、後ろのバックの音楽をやってるところで、まあ普通の曲だったらギターとかですかね、そうですのところをやってるところです。はい、はい、で一丁目のあの緑の子があの子が、まあ、あんまり、まあ、ベースっていう一番低い音をやってるんですね、はい、まあ、あんまり音楽、まあ、あんまりめっちゃ詳しく聞いたことない方はあんま分からないと思うんですけど、よく聞いたら音楽とかって一番低いところになんかドゥンドゥンみたいな音なんてですな、そこのところの重要なところをやって、でまあ実はその低い音が音楽で重要なところになってるとか、彼がいないとアカペラ成り立たないと思います。でまあ、僕がボイスパーカッションっていう、まあ、ドラ音楽でいうドラムのとこやってるとこですね。はい、まあ、YouTuber のヒカキンとかダイチとかあんなやつです、はいはい、まあそんな風に思っていただければ、はい、でまあまあ僕たちも次の曲で最後なんですけども、はい、まあ、次の曲は何でしたっけ、海外ドラマ、あそう海外ドラマ、グリーですね。あそうグリーって聞いたことありますかね。見てた、あ、見てた、はい、あ、見てた人もおる。僕は見たことないんですけど、うん、そうです。で、まあ、グリーっていうやつで、まあ、オリジナル曲っていうものがありまして、まあ、それのライトアップザワールドという曲をやらせていただくんですけども、まあ、その曲結構楽しい感じなので、まあ、さっきの曲とはちょっと違って楽しいので、まあ、手拍子なんかしていただいたりして、まあ、楽しんでいただけたらなと思います。はい、お願いします。じゃあそれではお聴きください、ライトアップサワー。Thank you.
ということで。